空くん、チャンネル登録、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。今回の動画は美返り旅の後編です。前回は岡山から国道53号線を北上し、鳥取県を経由して日本海の絶景と、兵庫県の余部鉄橋をドローンで空撮しました。しばらくはドローンの空撮をお楽しみください。余部鉄橋の空撮動画は空散歩でお楽しみください。URL は説明欄に貼り付けておきますね。そして、帰路は海岸線を走行し温泉に入り珍獣との遭遇動画です。最後までご視聴、よろしくお願いいたします。現在、走行している道は、余部からの海岸線の道で、地図では、最高の絶景の道と思っていましたが、大変な悪路を走行することになってしまいました。引き返すのも大変なので展望台を目指します。この先が展望台です。展望台に到着です。駐車場から展望台までは100メートルほどです。展望台からの景色は絶景なのは言うまでもないですね。風がなければドローンを飛ばしたかったのですが、残念ながら強風で安全のため、空撮は断念しました。それでは吉岡温泉に向かいます。ここで少し吉岡温泉を紹介します。吉岡温泉は、1000年以上前の962年に、開湯されたといわれる歴史ある温泉です。江戸期の吉岡温泉記で紹介されています。言い伝えによると、足岡長者が顔に悪相のできた娘の病を治すため、祈願したところ、満願の夜お告げがあり、お告げに従ってうつろたを掘ると、薬師如来像と共にお湯が湧き出てきたそうです。早速その湯を汲んで娘の相を洗うと、元の美しい姿となったと言われています。この言い伝えから、吉岡温泉は、美肌伝説の湯とも呼ばれています。中に入りましょう。最近はコロナ対策は基本ですね。
来館者は30万人を突破ですね。誰かわかりませんが、お相撲さんのサインですね。全部の浴槽が源泉かけ流しですね。館内はすごく清潔感がありとても綺麗ですね。それでは、お風呂に行きましょう。撮影できるのはここまでです。ここからは公式ホームページの写真で紹介します。露天風呂です。内風呂は浴槽が2つです。美変わりで男湯と女湯が変わるみたいですね。家族風呂も広々していますね。こちらはワンコの湯です。最高の温泉でのんびりしすぎてすっかり遅くなりましたね。帰り道も安全運転で帰りましょう。時刻は8時半を過ぎたところです。本来なら温泉で今回の動画を終わりにしようと思ったのですが、DJI ポケット2を購入し 4K で撮影ができるので、帰りの夜間走行動画も撮影することにしました。帰りは国道373号線を南下し、兵庫県の佐用を経由して、岡山県に戻っていきたいと思います。途中には以前に紹介した佐用の大井町などもありますが、この時間では大井町も見れないですね。しかし、この後に思わぬ珍獣が。そんなわけないですよね。目撃した場所はこちらの踏切です。それでは野生の鹿の親子をご覧ください。しかし駅近くの住宅街でも鹿が見れるんですね。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。